ですよ、ドドリアさん。ザーボンさんも行きなさい。はい。これが歴史の。ドドリアだけでなく、ザーボンまで追ってきては、あの、お前さんが助けてやるしかないな。張り切。逃げられると思ったか。なんだ？俺たちを助けてくれるのか？ケビンさん！お前はそのナメク星人の子を連れてこの場を離れるんだ。ドドリア、残りのガキどもを追え。ここは私一人で十分。よいか、目的はこやつを倒すことではないぞ。クリリンとご飯をこの場から逃がすことじゃ。ある程度楽しみを与えれば、お好きを見て逃げることができるんであろう。それより、ご飯の方が来なかった。階段を降りて、その場から離れるんだぞ。孫悟飯はドドリアから逃げ切れたようじゃな。結果的に本来の歴史通りになったの。お前さんはそろそろ帰ってきて。タイムタクローラーだ。ヤスラクの邪魔をする者はそうあるもんだ。何者なんじゃこいつは。悪魔の力スラッシュ、別の歴史から連れてきたんだわ。ナメク星人は味方じゃなかったんだ。これにこいつの邪悪のパワーは何じゃ。スラッシュただの奇跡じゃない。生まれつき悪魔を殺しくった。俺の力はまだまだこんなもんじゃないぞ。命拾いしたな。ドドリのパワーが上がっており、このままでは歴史が変わってしまう。ここはベジータに反省するんじゃ。ベジータ。
他にも男を連れてきてやがったのか。トシ、さっきの地球人もそうだろ。地球人と手を組みやがった。何、地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことはどうだし、俺がまとめて手をつけるんだからな。やってみるよ。俺たちサイヤ人は戦うたびに強い。サイヤ人は地球だ。いざスマホ。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。何だったんだ、さっきのやつは。ご苦労じゃったな。歴史は無事元の流れに戻った。こっちでも調べてみたが、歴史を荒らしとる奴らはどっちもとんでも。ターレスはサイヤ人の生き残りの一人。宇宙を暴れ回るならず者か。スラックも数々の星を支配下に収めていた魔族の軍。二人とも他の歴史で悟空君に倒されているわ。トランクスたちが二人を追っているが、まだ足取りはつかめておらん。何か対策を考えなければの。そうね、その通りね。でも私用事があるからこの辺で失礼する。こりゃわしの話を聞いとったんか。話し合いをせん。時々がそろそろ卵を産みそうなのよ。だからあの子の。ほう、そうじゃったのか。それはめでたい。時々は時間の流れを司る神聖な鳥。卵の中にはあた。簡単に言っちゃうと、時々の卵には時間を生み出すエネルギーが。あの子を守り育てて健康な卵を産ませることは時の海王神のお仕事。ほほほ、生きとる間に新たな歴史の始まりを見ることが。そういうことで、私は行くわね。あ、じゃから、あやつらの対抗策を。いや、まあ、そうかもしれんが、やれやれ、今後も力押しに。お前さんも大変じゃな。ま、頑張れよ。特戦隊の赤いマグマ、ジーズ。そしてこの俺は、ギニュー特戦隊隊長、ギニュー様だ。何をやっとんじゃ、ベジータのやつは。違いますよ。それは父さんじゃなくて、敵とから。ほうほう、それはまた決体な技じゃの。本来の歴史だとギニューと入れ替わったのは。ええ、そうです。またトアとミラが何か仕掛けているのでしょう。奴らのことは俺に任せて、あなたは歴史の修正に集中してくだ。決めましょうよ。俺が帰ってくるまでに終わらせておくんだぞ。
まくりました。なんかそう、体調機嫌悪いんだ。特製おでは何だ、どうした、何かあったのか。いくらのグルのそれからギニューこやつだから他の力を感じるぞ。ワイクスとは私の方法を探るために地球の方をこっそり押そうとした。お前はご飯だけを助けてやる。猿野郎の猿野郎のそうだ、貴様に言われちゃおしまいだ。おいおいおい、ギルドのやつ、やれちまいやがったぜ。まったぞ。とにかけては我々特戦隊のスペシャルバイキングポーズだ。ギニュー隊長に4人でできる新しいポーズを考えていただかねば。やるじゃない。そろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。リクエム、ウルトラ、ファイティング。悟空、お父さん。なんでもない攻撃だったはず。まさか、あの野郎。どうするお前たち、とっとと自分たちの星に蹴るか。それともこいつみてえにぶっ倒されてんだ。一体何者だ。旧育ちのサイヤ人らしいぜ。くそったれや。全体があんな雑魚に振り回されてたまるか。サルド、俺たちはエリート戦士なんだぞ。おめえ誰だか知らないけど、プレゼントご飯を助けてくれてありがとうな。いいか、もうちょっと付き合ってくれか。サンキュー。じゃあクリリン、ワン、おめえたちはドラゴンレーダーで投入されてね。わかった、頑張れよ、ゴク。アーバーよ、カカロット。ベジータ、ベジータのやつ、オーラをこいつと戦わせておいて、そのスキルドラゴンボールを手に入れようって話さな。ちょっと待って、誰かがこっちに近づいてるわ。顔が邪悪な気は。レイは倒すよ。なんだてめえ。俺はあんたらの味方さ。いいものやるよ。ターレスを止めて、新生児の身を食べさせる気よ。うわあ。どうなってんだ。二
しら神にしか食べることを許されておらぬ聖なる果実、果てなものに素晴らしい力を与えるが、果実を育てるのにこれがまるでと一つを食べてしまうんじゃ。さあ、頼む、隠しも。どうか、隠す、罰当たりなやつじゃ。なんだ、誰かがこっちに近づいてくる。クリリンでもご飯でもベジータでもねえ。 この木は。よっ、義乳特戦隊隊長、義乳様参上。部下のピンチは罠。ゲニュー隊長参上。すみません、一気に体を奪われてしまった。何やってんのよ。と何で僕が言ってた。今そちらに向かってます。すいません、スペシャルファイティングモードに参加したんだぞ。許されることではないぞ貴様。すいません。まさかこれ中がボディチェックされているとは思わなくて。今とは危険、スキーキー難読たりとも油断を聞きました。タランダル、返せと言われて返すバカがいるが、安心して、お前の体を私が有意義に使って。おめえ、何でそんな顔してんけんど、ムカムなんだな。よし、あいつらを一気に片付けちまうぞ。この歴史の悟空さんはまだ義乳になってなかったんだ。できれば一気に決めるんじゃなくて、さあ、彼女は倒さないでほしいですか。どういうことだ。おめえ、あいつの友達なんか。いや、そういうわけじゃ。誰か知らんが、でかさ！
形勢逆転ってとこか。惜しいぞ。どこかで見たことのある顔の貴様、よくやった。ギニュー特戦隊の一員にしてやろう。せっかくの名前だが遠慮させてもらう。別にあるんだね。さあですね、これで完璧だと思った瞬間に、すみません、こんなことになって俺は自分のところなんです。お互いの体を交換したの。そんなことは。うまく突き抜けて父に怒られそうだ。元に戻れたみてえだな。くそー、今度こそ懲りた。チェーン、もう行かねえぞ。これまでの動きから察するに、ターレスとスラッグにトワ一度は何とか撃退した相手だけど、トワの科学技術は厄介よ。ミラとは以前も戦ったことがあるんですが、かなりの実力者でした。大量の霧エネルギーを受けて復活したミラはさらにパワー。油断は禁物ということじゃな、ノート。はい、先ほどはすみませんでした。まんまとトアの罠に引っかかってしまいました。お恥ずか。本当よ、もう。もう少しで歴史がめちゃくちゃになる。トアの悪知恵も、ミラの力も、侮れないわよ。俺たちは二人でミラを追います。あなたは引き続き、歴史改変の修正をお願い。歴史改変か。ターレスのやつまた出てくるじゃろうな。